チブキッチンです。今日はですね、イワシのガレットを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料の紹介をしていきたいと思います。まずはイワシですね。それとプチトマト、黒オリーブ、塩、オリーブオイル、黒胡椒ですね。それとこちらが以前の動画で作ったペルシャード、パセリパン粉ですね。以上を使って今日はイワシのガレットを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはイワシの尻尾とか余分なちょっと小骨があるので、そちらを取っていきたいと思います。まず尻尾はこのまま落としてあげて、この辺にちょっと余分な骨が頭の方ですねあるので、そちらを取っていきます。はい、骨が取れたら下味の塩をして一度こちらは焼いていきたいと思います。フライパンに火をつけて少量の油をさらしてあげて、油を全体になじませたらイワシを焼いていきます。こういった感じで皮目をしっかり焼けたら、こういったバットにペーパーを敷いて余分な油は切っていきます。そしたら次に少し綺麗に形をちょっと綺麗に仕上げたいので、先ほど焼いたイワシを少し余分な部分切って成形していきたいと思います。こういう感じですね。そしたらこれをだんだんにこう重ねていってミルフィーユ状にしていきます。はい、そしたらバットにクッキングシートを敷いてあげて、まず先ほどのイワシですね、こちらを置いていきます。そしたらそこにプチトマトですね。プチトマトは天地を落としてあげて薄切りにしていきます。そしたらこのイワシの上にですね、こういった感じで乗せていきます。それとオリーブですね。オリーブを同じように薄切りにしてこの上に置いていきます。そしたらこの上に少しだけ軽く塩をしてあげて、こちらのペルシャードですね、ペルシャードをこの上にかけていきます。結構たっぷりかけた方がいいですね。で、ペルシャードが上にかけられたら、今度はもう一枚のイワシですね、こちらを乗せていきます。先ほどと同じようにトマトを薄切りにしてイワシの上に乗せます。それとオリーブですね、あげたら、さっきよりもたっぷりのペルシャードをこの上に乗せていきます。ここまでできたらこのパン粉の上にオリーブオイルをかけてあげて、180度のオーブンでパン粉がきつね色になるぐらいまで焼いていきたいと思います。十分余熱がされたらオーブンに入れて焼いていきたいと思います。そしたら取り出していきたいと思います。はい、こういった感じでパン粉がきつね色になったら完成ですね。お皿に盛っていきましょう。いただきます。めちゃめちゃこのパン粉の包装パン粉のいい香りですね。いただきます。うまっ、めちゃめちゃ美味しい。
どれも全てイワシにすごく合うんですよね。オリーブだったりトマトだったりこのパン粉ですね、ペルシャードもすごく合うんで、ほんとめちゃくちゃ美味しいですね。これもう絶対にこう白ワインとかと合わせるとおすすめです。うん、ほんと美味しい。イワシさえちゃんとさばけるようになったらほんとに簡単な料理なので、ぜひ皆さん作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。すごくおすすめです。